まだ匂わせるのはなぜ、安倍一二三の彼女が今度は地上派で、批判に動じない、ダイヤモンドメンタル。9月10日に放送された、突然ですが占ってもいいですかフジテレビ系にグラビアアイドル橋本里奈が出演。番組のシーン占い師である及川亮に、自身が一番気になるという、恋愛について占われた。写真。 目のやり場に困る、橋本の彫刻のような美ボディ及川氏は手相からは恋愛遍歴を占うと、28くらいでも好きな人できませんかと指摘、橋本もそうですねと意味深に返答した。続いて、実際に今、結婚を考える時期、すでにそういう状態になっている感じ、とも及川氏は発言し、橋本は、 もうちょっとそっとしておいてくれへんかなと、笑いながらコメントする様子が映った。売名行為なのかな。橋本さんは、柔道男子66キロ級金メダリストの安倍一二三選手との交際が報じられています。今夏行われたパリ五輪では、パリの会場に足を運び、安倍選手の金メダル獲得を大喜びしていた様子が報道されていました。 その後彼女のインスタグラムでも、安倍選手のスポンサーであるアディダスのスニーカーをアピールした、匂わせ、ショットを数々投稿しています。芸能プロ関係者、そんな、匂わせ、からの地上波の出演、加えて恋愛相談というディープな内容に、視聴者はさすがに元気が差したようだ。結婚する気満々なのにまだ匂わせするのはなぜだろう。 売名行為なのかな本当にほっといて欲しいならこういう番組にも出ないよね。しかし、今回の放送で視聴者の的は橋本さんだけではなかったと、前で芸能プロ関係者は続ける。その標的の的は、占い師の及川さんです。彼は人相、手相、青年月日から占う占い師だといい。橋本さんのことも人相。 手相などから占っていました。しかし、その発言はネットで調べたかのような内容ばかり。もし結婚したい人がいるなら、そこで決断してもいいんじゃないか、と発言もあり、橋本さんと安倍選手との関係を事前に調べたのかと思うほど、視聴者からもその内容への指摘の声が相次ぎました。視聴者からはこんな声が届く。この占い師、 週刊誌の記事とかネットの記事見て安倍二三とのこと知ってるんじゃないの。占いというより今当てはまることを占いっぽく話してるだけに感じる。あらかじめ知っていることを伝えるのは占いとは言わずに相談とか面談って言うと思うよ。今後匂わせが真実となる日が来るのだろうか。占いの信憑性はいかに。